はい、どうも、コビーです。さて、本日はこちらのホームからですね、関西クラクラクラブをお届けしていきたいというふうに思います。なんかこの鹿の顔も結構見慣れてきましたね。自分、まだまだ、可愛くてずっと使い続けさせてもらってるんですけどもね、作ってくれたですね、クラメンの方、本当に感謝しているところでございます。さて、本日はですね、やっぱり、いっぱい見たい、スーサイドをですね、今日見ていきたいというふうに思います。もう、スーサイドがやっぱり今、やってて楽しいし、ユニット枠が増えたこともあって、やれる環境が整っていたような気もするんですよね。本当すごく、気持ちいいので、ぜひ試してみてほしいなと思うんですけども、今日合計5本ですね、見てもらって、4本は、うまくいったら1本失敗でという形でご覧いただければなというふうに思います。で、まあ、普通のスーサイドっていうのは何だって話なんですけども、今日見てもらうのは結構ですね、この、ロイヤルチャンピオンでタウンホールを落とすタイプの、スーサイドです。これね、自分まだ全然使いこなせてないんですけども、結構推しのクラン使う方が多くて、本当にですね、決まるとかなり綺麗にですね、まあ、ルードが作れるし、あと、アーチャークイーンと、バーバリアンキングがこの、タウンホールに捕まらないで済むので、そこで捕まっちゃうと壊した瞬間に、爆破ダメージ食らっちゃうじゃないですか。それがないので、結構ババキンアジャクが伸びるんですね。まあ、というところもあって、おすすめです。やれるんであれば。こんな形で、タウンホールを壊してしまってから、あとは、はい、これロックボマーですね、を出していきます。で、今回はディガホグを使っていくので、外周を掃除させる役っていうのが、キングと、アーチャークイーンになります。これめちゃくちゃうまいんですよ。ここのゴマ、東方石器までしっかり向かわせて、落ちた瞬間にこのヘイストで東方石器の真上にバルーン持ってって延命させるんですね。そしたらここなんと対空砲とかがないんで、バルーンが結構いい感じで仕事してくれて、もうあれよあれよという間に東方石器プラス防衛援軍プラスタウンホールが削れて、残りディガホグヒール2枚という形ができてます。これ見ててすげえうめえなって思いましたね。気持ちよかったですよ、本当に。やっぱ仲間のこういう攻め見ると、なんか勇気づけられますよね。なんていうんですか。まあ、自分が失敗するつもりは全然ないし、失敗なんかしたくないんだけども、でも、なんかこう気楽に攻めれるというか、本当にね、いい攻めっていうのはチーム全体をこう良くしてくれますね。ということで、ですね、このままあとは一気にディガホグで押していくんですけども、やっぱりですね、ポイントになってくるのは一つこれ、クエイク使った、タウンホール破壊、まあ、クエイクプラスロイヤルチャンピオンの破壊ですね。これっていうのが結構、使えるようになると、スーサイドの幅が広がるのかなって気がします。今みたいに、スーサイドからのディガホグをするにしても、アーチャークイーンとやっぱキングがこう外周歩けるっていうのはめちゃでかいですよね。まあ、歩いてますが結構、ディガーは外にそれまくってしまったんですが、まあ、こういう壁の隙間をちょっとうまいことね、やられましたね。キングが中の方に入っちゃったんで、それでディガーたちのルートを作れずに、少し、流れてしまったんですけど、まあ、逆に言うと流れたディガーが最後たくさん生き残ってますんで、こいつらがシングルインフェルノをがっちりこうね焼き切ってくれて、そのまま前回まで持っていくという形ですね。もう何も残ってないです。うん、素晴らしいですね。多分この配信テンプレになってくるので、まあこういう壊し方ができるっていうのを覚えておいてもらうともいいかなっていうふうに思います。これで1個テンプレですね。で、もう1個は、パンツェッタさんですね。ちなみに今のあなたさん、ちょうど去年の今頃ですかね。私、クリスマス先取り企画、コミーの村をぶっ壊せってやったんですけども、その時の、去年の優勝者ですね。1分ぐらい時間残して、めちゃくちゃすげえ全開で、商品かっさっていったですね、方が今、うちのクランに来てくれています。で、パンツェッタさんのアタックですね。これもすごい。タウンホールは、今回は、ヒーローで確か見なかったのかなっていうふうに思うんですけども、ヒーローバトルでここをがっさりこう削っていくんですね。ゴリッと。どんな風に削っていくかちょっと見ていただきたいんですけども、今回やっぱりこう見ていくとですね、クラン城の周りにそんなに美味しい施設が、まあ、いっぱいはないですね。クラン城プラスヒーロープラス、なんだ、この、インフェルノか。インフェルノがあるんですけども、まあ、正味壊したのはインフェルノとクランジョ、あとロイチャにちょっとダメージが入った程度ですね。あんまり美味しそうに見えないかもしれないんですけども、この後ヒーローをしっかりと中にこう入れていく、この壁の中に入れていって、相手の主要防衛を壊せるルートが描けるんであれば、結構、その後のヒーローの伸びが期待できるというか、
あの自分結構言いまくってますね。あの自分ですね、あのスーサイドを使うときって、なんかこう無意識に考えちゃってるのが、クランジオプラス透析器とか美味しいものがあの2つ3つない限り、あのアドバンテージ的に低いなって思っちゃうんですけども、まあ、さっきのあなたさんのアタックもそうですよね。タウンホールはまあクエイクで巻き込めたものの、まあ、クランジョの周りにそんなに美味しい施設はなかったと思いますが、だけどその後のヒーローパート、まあ、1本目のあなたさんはロイちゃん、まあ、今回の、ね、パンテタさんはババキンと、あとまあロイちゃんプラスクイーンで、こんな風に相手の主力防衛をだいぶこう殴っていってるんですよね。でこうすることによって、この部分をかなりギリギリが、この部分がっつりこう削れたのがわかるかと思います。こうするとラバルのルートができちゃうっていうことですね。 45% ぐらいなんか最近パンテタさん削る練習をしてるんだって言ってますけども、これなんでかっていうと 45% 削った後に、これタウンホールが起動するんですね。 51% になると、で 51% で起動したタウンホールを、序盤にバルーンがいっぱいいるうちにトーム使って一気にこう落としていっちゃう、キーンキーンですね。はい、このキーン気持ちいいですよね。キーンってうまいことトームにあのタウンホールにはまると、で、キーンをしてから、あとは、バルーンたちにヘイストとフリーズを使ってしっかり、透析器、これも本当天敵なのでこいつを止めて、で、最後バルーンで透析器を壊しきってしまえば、あともう範囲攻撃もないよということで、アーチャクイのなんとクロークも残っちゃってる状態ですね。アーチャクイの中に入れたかったと思うんですが、入らなかった分、まあ、延命してくれて回収を頑張ってくれてるというところですね。まあ、こんな形で、スーサイドの練習、これも練習ですけどもする場合には、とにかくもうクラン城をまず壊してしまって、でその後、ヒーローパートで相手の主要施設を削るルートがどう作れるかっていうところを考えるのがいいのかなっていうのをですね、まあ、この上手い方々の攻めを見ててちょっと思いました。まあ、自分結構さっきも言ったけど、本当に透析器とか、あの相手のアチャクイとかクロスボウ1個とか、まあ、例えばクロスボウと、クランジョウとインフェルノとか、そういう風なのが壊せたら、まあ、ちょっと考えるんですけども、出ない限りはあんまり天才って打たないんですよね。でもやっぱりこううまいその天才スーサイドを見てると、あのクランジョを壊してからのヒーローでどんだけ稼げるか、だからライトニングだけじゃなくてヒーローパートも全部ひっくるめた形で、どんだけのアドバンテージが取れるかっていうことを多分プランニングとして考えてるんだろうなというふうに思うので、そこら辺の考え方っていうのを、ぜひですね真似たいなというふうに思いました。さて今日ね、結構ね動画とかリプレイ多いんですよ。あと3本あるんですね。ちょっとまあどんどんペースを上げて見ていきましょうか。次ご覧いただきたいのは、おっとすいません間違えたと、ですね、ジョーカーさんですね。YouTube のジョーカーさんではなくて別のジョーカーさんなんですけども、この方もねすげーうまいんですよね。結構グローバルランキングの上とか、まあ、ローカルランキングの上狙ってるような方なんで、ツーサイドやらしたらどうだろう、結構本当に、なかなか日本でも上の方に行くんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、同じ考え方をします。これ、相手の、クランジョプラス、グランドボディの像、あとは、インフェルノタワーシングルですね、こいつを折っていって、でちょっと残ったライトニングをここのね、透析器とクロスボウに入れてます。でどういうプランで考えていくかっていうと、バーバリアンキングをずらっとこう歩かせるんですね。で歩かせていったところでちゃんとターゲットをそちらに取らして、ロイヤルチャンピオンをなるべく無傷の状態でこう壁の中に入れていく。で透析器とか折れてないじゃないですか、別にこっち側にエラティングを打っても良かったと思うんですけども、そうじゃなくてシングルインフィールドに使うことによって、ロイヤルチャンピオンがこの後シールドを使って、はい、これ透析器まで届いていくんですね。で結果的には透析器をライトニングで折らなくても、ロイちゃんが透析器を折ってくれたから問題ないよと、まあ、いう形になっていて、でその分シングルインフェルノを折ったから、アーチャークイーンとバーバリアンキングがこれタウンホールに当たっても全然そこを普通にこう突破していってしまいます。まだアーチャークイーンクローク残してる状態ですからね、これ壁の中に入ることをワンチャン狙ってるんですが、残念ながらちょっとこれ逸れちゃいます。ただですよ、こうなってくるともうだいぶラバルのルートはもう出来上がっていて、怖い説もないんですよね。シングルインフィールドプラス陸のクロスボウで、安いパー反対側向いちゃってるもんだから、その逆側っていうんですか、安いパーが向いてない方からラバルを展開していきます。
ラバール同じところにこう2個出すのもなんかすごいですね。時間差をかけることによって、ラバーがしっかりとですね、なんだ、2体重なったりして範囲攻撃なんかを食らうことを避けてるんだと思うんですけども、いう形をとって、バルーンにダメージがいかないようにですね、うまい形でこう、時間差、ドラバーハウンドを出していってます。で、あとはバルーンをぐるっとこんな感じですね。ぐるっと出して、こっちからもぐるっと出していく感じで、最終的にはこいつらがこういう格好で集まっていくようなイメージですね、ここに。まあ、終着点に向けてバルーン使う場合って、なんかこういう風に回すっていうイメージじゃなくって、最初に出したバルーンたちを、次から出すバルーンがこう、押し込んでいくようなイメージですね、こういう風に。こういうイメージで出していくと結構、バルーンたちがですね、狙った終着点に向かっていくかなと思います。まあ、その形を作っていっての、全開なんですが、まあ、見てほしかったのは、ね、クランジョをしっかり壊して、その後のヒーローパートでどんだけアドバンテージを取るかという、その前提での、天才パートですね。必ずしも、投石機を壊すというわけではないということなんですね。まあ、そこら辺がだから、まあ、すぐに多分できるとは思わないんですけども、自分がそうなんで皆さんもすぐに多分これをできるかといったら多分難しいと思うんですよ、実際は。だけど、まあ考え方として必ず、天才だけでアドバンテージを取る、次のヒーローパートだけを考えるんじゃなくて、両方ともミックスして天才とヒーローパート合わせて1個のパートとして考えるような、まあ、そのイメージを持つだけでもだいぶ違うのかなと自分は思ったんで、ちょっとそこをですね、共有できたらなというふうに思ったというところです。で、ですね、次はどれだ？ちょっと自分忘れちゃったな。すいません。ジョーカーさんがもう一本攻めたアタックが、これじゃないな。あれ、どこだ？ジョーカーさん攻めたの。これかな？そうですね。7番。お待たせしました。こいつですね。ちょっと見てもらいたいと思います。で、天才からの、ヒーローパートの中でも、一本目見てもらった、空域をタウンホールに当ててロイちゃんで処理していくパターンです。で、これやるときには、ポイントは、タウンホールにロイちゃんが到達したときに、他の防衛クロスボとかからガンガンダメージ受けちゃうと、さすがにこれ持たなくなっちゃうんで、タウンホールをロイちゃんがこうアタックしてるときに、何からもダメージを受けないような、できればですね、受けないような形を作るということがポイントになってくるんですけども、ここ、ロイヤルチャンピオンを出していくんですが、こんな形で。これスケルトンがいるんで、しっかりこれを釣って、中で処理してダメージを受けちゃうと偉いことになっちゃうんでね、スケルトンをしっかり処理してからロイちゃんを発進させていきます。このジャイアントでしっかりと、ね、グランドオーゼントのダメージを軽減するってところもうまいですね。で、ロイヤルチャンピオン、グランドオーゼントと相対して、ここでシールド発動ですね。で、タウンホールにダメージが入ったんですが、このね、迫撃砲壊し忘れちゃったんですね。なので、ロイちゃんがタウンホールに向かってくれなくって、結構ミリ残り的な形、ミリでもないか、まあ、センチ残りぐらいのタウンホールが壊せず残っちゃいました。で、こいつを、処理するのにも、バーバリアンキングもちょっとね、当然ここにはついていけないので、じゃあどうするかっていうと、今突撃艦にしている、この突破兵器をボマーに変えて、確かこれ処理していくのかな、というふうに思います。アーチャークイーンとバーバリアンキングで外周を削って、なるべくラバルのルートを直線的にしていこうという狙いがあるのかなと思うんですが、相手の投石機のところ、ちょっとこれスーパーボールベイカーで壁を開けるのかな、そうですね、開けようとしますが、ちょっとこれもアーチャー島の方に行ってしまって、ただ、ここが開くのでアーチャークイーンが中に入って投石打てるって感じですね。このリカバリーではないけども、これは普通に元から狙ってたと思うんですけども、この辺のキングとクイーンの動かし方はお見事です。で、そうですね、ボマーを使ってしっかりとタウンホールをケアしていくような形を取っていくんですが、やっぱりこの黒風船プラスの、トルネードトラップがあるとなかなかボマーが到達しないですね。ただ、やっぱり、このロイちゃんのタウンホール破壊ミスった場合のリカバリー策は何といっても、やっぱりこのボマーでタウンホールを壊すことになるのかなと思います。結構、タウンホールが、なんていうんですか、外側っていうんですか、中心部から外側の、比較的アプローチしやすい場所にあることが主だと思うんですね。このクエイクロイちゃんを使う場合っていうのは。なんで、ボマーを使えば、まあ、もうすでに周りの防衛が削られていると思うので、比較的簡単にタウンホールにボマーを届けることができるということで、星1のリスクっていうのは、まあ、そうやって下げるのがいいのかなと思います。まあ、ただやっぱりですね、
使うはずだった突撃艦が別のところにこう使わせちゃってたっていうのは大きくって、その後のラバルパートがちょっとね伸びきらなかったというのが残念でしたね。投石機にだいぶバルーンが撃たれてしまっているのが辛いところですね。まあ、一応ここまでの話まとめていきますと、スーサイドやる場合には、やっぱり、ライトニングとクエイクを使って、使用施設を追っていくっていうのは、まあもちろん大事なんですけども、それよりも、クランジョーなりを、まあ、ライトニングで巻き込んで壊すんだとしたら、その後のヒーローパートでどれだけ稼げるかっていう、ライトニングとヒーローパートをセットで考えて、壊す範囲っていうのを、イメージするっていうのが多分大事なのかなというふうに思います。これ別々にやっちゃうと、結構美味しい、ライトニングプラススーサイドができるところに気がつけなくなっちゃうかというふうに思いますので、まあ、そこ一個ポイントかなと。で、さらにこのクエイク3発当てて、クランジュを、タウンホールをロイヤルチャンピオンで落とすという方法に関しては、ロイちゃん結構それやすいので、そこは非常に注意するということと、タウンホールをロイちゃんが殴っている間に、周りのクロスボウとかから、ターゲット撃たれちゃうと、結構ロイちゃん持たなくなっちゃうので、まあ、それは、なるべくないように、しっかりと周辺の施設っていうのは、序盤の、クランジョを壊すライトニングで壊しておいて、ロイヤルチャンピオンはタウンホールと一体してこう向かい合えるような、まあ、関係を作っておくというのが大事かなと。いうところですね。で、もしも、ロイヤルチャンピオンがタウンホール折れなかった場合には、予備としてしっかりとボマーを持って言っておくというのが、とても重要なことになってくるのかなというふうに思います。ではですね、本日の動画最後に1本、TH コンプリーターさん行ってみてみたいと思います。はい、なんでですね、T コンさんに来たかっていうと、これ見てほしかったからなんですね。これめちゃくちゃ気持ちいいんで、ぜひ見てほしいんですけどね。スーサイドラバルになるんですけども、ビンディーさんのアタックですね。クランジョーを、まず、こんな形で、天才使って追っていきます。さらに、インフェルノとクロスボウも追っていくと。そうするとですよ、なんとここら辺って火力そんなないじゃないですか、見ての通り。ここにロイヤルチャンピオン当ててくるんですね、こんな風に。当てていくとロイヤルチャンピオンがもうほぼほぼ無双状態でここをガッツガッツ削っていくと。怖い対空砲やウィザードのと、まあバルーンにとっては怖いけども、ロイヤルにとっては怖くないので、ホーミングシートを使ってさらにこう破壊を伸ばしていって、まあここのスケルトントラップでやられちゃうんですが、この削りですよね。序盤のキング、クイーンを使わずに、天才プラスロイちゃんで、まあここをガッツリこう削っているっていう、これ。で、こういう風なやっぱり考え方っていうのがさっき言った、ライトニングとヒーローパートをセットで考えるっていうところになるのかなと思います。で、その後さらにババキンとアーチャークイーンは、もうこっちの6時方面にね、もうターゲットを移して、こっちをガンガン削ってるわけですね。で、こんだけ削って、もう 40% にも届こうという勢いなのにもかかわらずまだ突破兵器が残っているので、これ使ってタウンホールを落としていきます。ラバルを展開して一気にバルーンを広く面で出していきながら、ストライカーですね、にトームをかけながら、突撃艦にもトームをかけていくと。で、このストライカーのターゲットはこのロイヤルチャンピオンですね。こいつらを狙っていきます。で、そのまま一気に突撃艦がタウンホールに届いて、中に入っているのはスニゴブプラスのラバハウンド。スニゴブがしっかりタウンホールを落としてからラバハウンドが転向してバルーンを迎え入れると。いう形ですね。残った指紋は、フリーズとヘイスト。これをうっかりですね、焦って使ってしまうと、この投石機をケアする呪文がなくなっちゃうので、ちょっと今、フリーズ持たなかったかなっていう気もするんですが、ただまあ、バルーンの数が圧倒的に残っているので、こいつらに最後のヘイストをかけてあげて、投石機まで、あれ？ヘイストがない。なかった。なかったわ。いうことですね。はい。まあ、何が、本当にこの攻めすごいかって、やっぱりロイヤルチャンピオンと、クランジョを壊したその、クエイクライトニングの、お互いのその、シナジーですね。まあ、当然、クランジョを壊した時点で、クロスボウとインフェルノを巻き込めてたんで、まあ、結構アドバンテージはあったと思うんですけども、そうすることによって、さらにその外周部分を、ロイヤルチャンピオンがほぼほぼ、ノーリスク状態で、シールドも使ってがっつり削っていけた。っていうことで、やっぱり、よいしょ。ここですね。ここを落としていけたってのはでかい。こんだけあったんですよ、防衛が。こんだけあったのに、ロイちゃんが全部根こそぎ持っていっちゃう。ライトニングとクエイクと、ロイちゃんで持っていっちゃう。で、ババキンとアーチャークイーンはぐるっとこう、ここまで歩くことができたっていうね。
なんかそういうような、必ずしも透析器を壊さなければ、スーサイドラバル、天才スーサイドラバルができないっていうわけではなくて、やっぱりその、クランジを壊した後に何が壊せるのかヒーローで、っていうのを見るのが本当大事だなっていうことですね。まあ、くどいけどもそこかなというふうに思いました。はい、というところですね、本日の動画も終わりにさせていただきたいと思います。もしこれ参考になったよということでございましたら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひ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 よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール13だけではなく11、12の、ね、動画もどんどん上げていきますので、ぜひ幅広いタウンホールだって、これから12になる方も、13になる方も11になる方もですね、見てもらえたら本当に嬉しいなというふうに思っております。そして最後にですね、ちょっと宣伝です。TH コンプリーターさんと、あと、関西クラクラクラブですね、お互いにタウンホール13オンリーにはなるんですけども、GWC 楽しくみんなで戦っております。ぜひね、皆さん、お気軽にですね、門叩いてきてくれたら嬉しいなというふうに思いますので、興味のある方ぜひお待ちしております。では、本日の動画これで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。